宙でやってる旅館のあるあるを教えてください。宇宙でやってる旅館のあるあるを教えてくださいというわけでございますけども、宇宙の旅館がね経営されてるということでしょう。誰が宇宙旅行とかするんだったらね、確かにそのうちあるかもしれない、ね、さあ行きましょう。宇宙でやってる旅館のあるあるを教えてください。でーん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 、すき焼きの蓋を開けて楽しいねー、テンション高いおかみだろ宇宙でやってる旅館のあるあるを教えてください。こちらが、お刺身になってます。こちらがあの汁物ですね。でこちらにはご飯あります。ガーン隕石ドス。もっと慌てた方がいいよ。もっと慌てた方がいいよ。日常茶飯事ね。よくあること。宇宙おかげの最高。宇宙でやってる旅館のあるあるを教えてください。夜お風呂から出た後に買い出しとかで外出るときに、こうなんかいちいちめんどくて、もう浴衣の上から宇宙服着ちゃう。熱いぞ。宇宙でやってる旅館のあるあるを教えてください。よう起こしやす。ちょっとおかにここ宇宙で酸素ないから起こしやすなんて言っても聞こえないですよ。俺の宇宙ではなるんやす。何ここ何ここなるんやす。こだわりが強すぎる。何ここ、なるキャラ強すぎる。宇宙でやってる旅館のあるある教えてください。駅から無料のシャトルロケットが出る。優しい。ありそう。宇宙でやってる旅館のあるある教えてください。あの部屋のゴミ箱なんですけど、ちっちゃいブラックホールが怖すぎるって。怖すぎる。宇宙でやってる旅館のあるある教えてください。あの部屋のテーブルになんか銀色のあの袋があって、なんだろうと思ってビーって開けてみたら、あの木のパズル宇宙飛行士の、そう、水で戻してやるやつ宇宙でやってる旅館のあるある教えてください。こちらですね、あのビールのお供にあの空豆でございますなるほどなるほど宇宙と書いて空宇宙でやってる旅館のあるある教えてください。感動説もあったあったんだよ宇宙でやってる旅館のあるある教えてください。こういう6畳真ん中にね重力装置みたいなのがあってね宇宙でやってる旅館のあるある教えてください。打ち上げ5秒前 5 4 3 2 1 0、 カチッ青い燃料に点火保険燃料ね宇宙でやってる旅館のあるある教えてください。失礼します。それでは夕食のご説明いたします。こちらがタイのお刺身で、こちらがタイのお刺身でした。すみません、おかみはドジだった。だから地球は青かった全然色が違いすぎる全然宇宙でやってる旅館のあるあるを教えてください。お客様より浮かないようにしていた失礼だもんね。宇宙でやってる旅館のあるある教えてください。露天風呂に猿が入ってきたりするんですけど、その露天風呂の猿の横にあのボロボロになった自由の女神の猿の惑星惑星だ猿の惑星だ宇宙でやってる旅館のあるある教えてください。あのおかみがあの着物じゃなくて、その宇宙だけにその土星が描かれた土星 T シャツ着てるんですけど、すごいあの土星 T シャツ着て動きやすいから、こう音楽がズンチャズンチャって流れるたびにズンチャズンチャって踊るから、従業員もみんなそれ見て笑顔まず路線 T シャツ着てるから動きやすいってなるんですすげえ気になったんですけど、そこだけ路線 T シャツのあるあるはいらない宇宙でやってる旅館のあるあるを教えてください。いやほんまね、ようお越しいただきました。ほんまガッちょっと失礼いたしますスペースコードおかみさん出誕生日完了ですなんだ宇宙でやってる旅館のあるある教えてください。ノマというビッグバン以前にできた部屋が無なんだすげえすげえ生きてすげえよ宇宙でやってる旅館のあるある教えてください。宇宙でやってる
旅館のあるある行きたい宇宙でやってる旅館のあるある行きたい宇宙でやってる旅館のあるある行ってほしい宇宙でやってる旅館の近くにあるウェルシアもでかい知らねえよ。もあるんだ宇宙でやってる旅館のあるあるを教えてください。お越しいただきありがとうございます。あ、ようこそ宇宙旅だから宇宙でやってる旅館のあるあるを教えてください。大気圏で休館を切り離す休館がボーン宇宙でやってる旅館のあるあるを教えてください。あの私もそのおかみさんの土星 T シャツ欲しいなと思ってその探したんですけど、おかみさんが買ったの結構何年か前で、今出てる現行の土星 T シャツがその胸にワンポイントでついてるだけで、いや私もおかみさんみたいなあの全面にねプリントされてる土星 T シャツが良かったなと思って、ちょっとしょんぼり